ケントゥーはすごいよね。何がですか。ちゃんとショートも当てたりさ。いやー、はい、料理系、最初だって違かったでしょ。じゃあそうですね、音楽やってましたね。音楽やってそういう風になんか頭を使って、ああなるほど、いろいろ考えて、作業も、俺あの作業動画が好きでさ自分であの、作業時間測るためになかったんでしょ、そういう、あ、そうそう、タイマーがなくて、タイマーがいい、自分に合うタイマーがなかったでしょ。そうそう、自分で作って、自分で作って作業のために20分だっけ、なんか25分やって、5分休憩、5分休憩のタイマーを作ってっていう。そうなんですよ。だからこう、一本軸があるよね、ケントゥって。あ、本当ですか、うん、いや、嬉しいですね。すごいなと思ってる。いい、うん、朝もさ、はい、何時に起きてるの。まあでも最近は6時ぐらいですかね。やばっ。いや、全然っすよマジで6時で、10時ぐらいにもう寝てみたいな。わ、そうっすね、なるべく寝るようには。おっくんと同じぐらい。まあ多分そうっすね。そうだよね、うん。そっから寝てないでしょ、起きてるでしょ、ずっと。そうですね、昼寝とかはなるべくあんましないですね。今日何時起き。今日もう6時でした。やばっ。でも今週はそのちんともとコラボでなんか1週間お弁当を作るみたいな、うん、ほうほう、だからもう寝坊できないみたいな状況だったんで、ちんともにお弁当を作るみたいな。そうそうそう、朝だから先に俺が起きて作るっていうのをやってるんですよ、毎日なるほどね。そうなんです。でもそれすごいよ。いや、ほんとっすか。うん、それはね、できないと思う。俺できないもんだって、6時起きなんて。毎日やってるでしょ。そうっすね、基本。なんでそれやってるの。まあでも、レイオソ入った途中からぐらいっすね、多分。なんか、最初はバイトしてたんですよ、最初の1年ぐらい、うんうん、その時はなんか、昼からだったんで、バイトが、うん、昼まで寝て行ったりとかしてたんですよ、結構、うん、でもなんか、やっぱなんか時間の使い方が結構なんか、もっと時間が欲しいなってなった時に、やっぱまあ手っ取り早いのがやっぱ早起きじゃないですか。おうおうおう。だからやっぱそっから始まったみたいな。やっぱ気持ちいいの、早起きしたら。起きる瞬間はきついですけど、うん、でも結果そのまま昼まで過ごした時に、うん、あ、起きてよかったって結構思うなんかそれで後悔したことはないんで。ああ、なるほどね、うん、寝とけばよかったわではなんないですね。朝遅く起きた時後悔するもんね。うん、そうなんですよね、うん。だからそこら辺がね、やっぱすごいなと思う。いやいやいや、なかなかできることじゃないよ。そうなんですかね、うん、まあでも会社員とかだったらね、もう起きなきゃいけない。まあそうだね。そう、でもなんか別に僕は誰にも怒られないから起きなくてもいいんですけど、うん、だって土日もでしょ、毎日ってことだよね。そうですね、休みも、 もうなんか、もう今はもう休みないんで。うん、そうだよね。正直、もうそうですね。今休みとか取ってんの。全く。マジで11月からはもう休みないっすね。やば。それまではなんかやっぱ1週間に1日は休もうみたいなのを決めてやってたんですけど、うん、もうなんかそういう余裕もなくなってきて、みたいな。どんなスケジュールかなの。いや、もう決めてんの。最近はもう整頓できないまま、もうとりあえずもうやること全部詰め込んでる感じですね。おお、なるほど。もうだから前はまあもうなんか朝なんか編集で、昼撮影して、夜はなんかスケジュール整理とかなんか分けてやってたんですけど、うん、もうそれもできないぐらいの量になんか今作業量増えすぎてて、もうなんか全然夜11時12時ぐらいまで編集してることもあるし、うんうん、マジでやばいってそれはいやだから僕はもう正直これ続かないなとは思ってるんですよ。ほうほう。もうそこは気づいてるんで、まあとりあえず1万人行くまではっていうので。マジで、そっちを見させてください、ケンティ。自分の動画ってこと。他にもなんか。あ、自分のっすね、もう今は全部。でもそれも12月今1日3本ショート上げてるんですよ。マジ毎日やば。それやりつつ通常動画撮影したりとか、まあ今日みたいなのとか、あとレイオスの撮影あったりとか、うん、まあ大体5時間とかかかるじゃないですか、そういうのって。撮影が。そうですね。ああ、確かに。なんか移動とか全部合わせる、前後合わせると、うん、まあなんで、まあ半日まではないけどそのぐらい潰れると仮定して、うん、その間でショート3本どう撮影して編集してあげるかみたいな。なるほど。もう今ストックないんですよ。そっか。だから毎日もその日暮らしでやってるんですけど、うん、もうショート3本っていうのは目標にしてんだ。あ、そうです。目標っていうか決めてるんだ。そうです。まあでも別これ誰に決められたわけでもないんで、うん、いつやめてもいいんですけど、正直。でもまあなんかその最短で目標達成するってなった時に、うん、やっぱその通常動画上げてる余裕ないなっていう、うん、今はまあ思ってて、まあ後々はね、そっちの方を増やしてはいきたいんですけど。結局さ、通常動画好きだよね。そうですね。
なんかショートもそうだけどさ、そうですね、結構通常動画にこだわり結構あるでしょ。そうですね、そっちをやっぱやりたいっていうのはあります。正直ショートも楽しいけど通常動画楽しいよね。こうなんかいろいろねこう話したりとか、うん、人間性を知ってもらえる。あ、確かにそうですね、それはあるかもしれない。いやでもそれできてんのすごいよ、ショート。え、どれぐらいかの編集とか。あ、でももうマジでこんな真面目な話になってるけど聞いてるでもマジでもうピンキリっすね。本当に全部で2時間1時間とかで終わるものもあれば、まあ3、4時間かかっちゃうこともあったり。まあそうだよね。うわやば、まあでもなんかすごいわ。そうですね、目標達成するって考えた時にその日割りで計算して、うん、まあじゃあ1日こんぐらい増えればみたいなのやるじゃないですか、うん、なんかそれだと間に合わない時にどうしようもないなって思ったんで、うんうん、それを考えてそれの3倍やるっていうのをが一番ちょうどいいと思ってて、だからもうなんか今正直、まあ、1月までにプラス1万人ですけど、うん、じゃあ例えばこれがプラス3万人だったら俺どうするかなみたいなのを考えました。でしたらもう出た答えが、あ、じゃあ1日ショート3本上げないと無理だってなって、だからだってそれで本当に3万人増えたら結果いいじゃないですか。それはそれでラッキーだし、そう、まあ、これで1万人いかないことはないなっていう、うん、もう確実に本田圭佑と一緒の考えですよ。ワールドカップで優勝って言っといて、うん、もうそれでまあベスト8だったらまあラッキーだろうって、うん、すごいな。まあでも分かる、その気持ちは、うん、なんかやっぱ YouTube とかやってて思うのが、うん、そのなんか目標があるじゃないですか、まず、うんうん、でそのためのなんか手段選ぶじゃないですか。例えば僕だったらプラス1万人行きたいからショートを1日例えば1本アップするみたいな、うん、その目標が1万人、うん、で手段がショート1日1本ってなった時に、なんかこの最初はその目標のために手段をやってるんですけど、いつの間にかその手段がなんか目標になってるみたいな、うん、確かに1日1本上げることが目標になっちゃってるみたいなことって結構あると思ってて、うん、あるね。そう、 なんかそうなっていくと7で上げちゃったりとか、 そのちょっとずつ絶対質落ちていくし、うん、そのモチベーションも下がっていくんですよ絶対、うん、だからやっぱ3倍ぐらいにしとかないと帳尻合わないなっていう選択をしました。ケントゥって超ストイックだよね。いやいや見た目とか雰囲気に反して、あ、いやでもまあ上京してきた時とかはもともと音楽のスクールに通ってて、うん、結構競争社会というか、うん、もう結構現実を突きつけられるし、もうなんかライブの手順とかもそのレベル順みたいな、もう細かく分けられてて、それ順で、だから僕よりも5歳10歳年下の子が手順が後ろだったりするんですよ。悔しいね。そういうのをもう本当18ぐらいの時から小学生の子が自分より後ろで歌ってたりとかっていうのを結構経験してきてるんで、なんかやっぱそういうなんだろうな、根底ではありますね。あ、そう、ただやっぱそれでスクール辞めた時になんか解放されて、なんかそのなんか根詰めることだけじゃが全てじゃないなっていうのに、うん、まあ、ある程度気づいて、うん、まあ、そこからは今まで YouTube やるまでは結構その目標を達成するだけじゃなくて、その過程も楽しむっていうのを結構大事にしてたっすね、うん、でまあ、この2ヶ月はまあ元に戻ってみようみそんぐらいだったら生きていけるし。いやでも分かる分かる。そうですね、その試すのいいよね、うん、この2ヶ月だけはちょっと違うやり方でやってみよう。 そうですね、そっちがうまくいく可能性もあるし、うん、そうなんですよ、うん、まあ、あとなんか今までにない価値観をね、うん、それでまた見れるかもしれないし、うん、確かに。うわーすごいわ。いやいや全然ですよ、まだまだ。やっぱ変わった？3本上げて。あ、そうですね、まあでも11月はこんな真面目な話11月は1日1本だった、うんうんうん、通常かショートか1日1本みたいな、うん、でまあ結局2回ぐらい休んだのかな、誕生日の日と、うん、誕生日の日はサブチャンで配信をしたんですよだからそれで休んで、全然いいよ誕生日休んでそう、でもう1日はなんかそのデータをその今までこう上げてるのをちゃんと見る日が欲しくて、うん、休んではないけど投稿は休むみたいな日が1日あったんですけど、それ以外全部出してて、多分それが今効いてきてるみたいな。なるほどね。まだ12月3本始めてまだちょうど1週間とかなんで、うんうん、まだ効き目は分かんないかなみたいな、うん、正直。確かに、まあ、でも多分これが12月後半とか年始とかに効いてくると思うんで、うんうん、全然ね可能性はあるかなっていう。いやーすごいな。いや分かんないっすよまだいやでもそういうの向いてそう。なんか、あ、本当ですか、うん、ストイックにやるのが、こう計画立てて、まあ体調崩さない範囲で。あ、そうっすね、うん、いやそこが結局ね一番なんかそれが一番効率悪いなっていうのは思ってて、うん、例えば1週間
体調崩して動けないとかなったら、うん、もう一番最悪じゃないですか。確かに1日3本上げてたのに1週間休んだら確かに結局それが2本になったみたいなことじゃないですか。だからメンタルさやられたことはないの？そういう意味で言う体調、YouTube やってて。ありますね。何年目ぐらい？俺今2年目っすね。2年目？次で2年。嘘でしょ。あ、だから1月でちょうど丸2年ですね。めっちゃ短いじゃん、このチャンネルだと。ああ、すごいわそれ。だったらもっとやってんのかなと思った。入ってから開けたんで、うん、このチャンネルは。あ、そうなんだ。めっちゃ頑張ってるじゃん。頑張ってるじゃんっていうのあれで、もっとなんか長くやってるかと思ったら、まだまだだね。いや、まだ本当もう、うん、新人って言っていいと思いますけど、新人2年目は2年目はまだ新人ですよね、うん、だって会社とかだったらね、うん、そんな教えれるまではいけないじゃないですか、うん、それでどう、やむ時とかあった？あー、まあでも今年9月ぐらい一番なんかしんどかったですね。その伸びなくてとかじゃなくて、うん、そのなんか結構僕は楽しんでやってたんですけど、うん、なんか噛み合わなくて、その数字、数字もなのかな、いや分かんないですけど、数字はまあそこそこだったけど、なんだろうな、まあでもなんかね、いろいろ重なったんでしょうね、疲労とかも。なるほど、ね、で、俺1週間ホテルで生活してました。そっか、休んでたんだっけ。あ、そうそう、1ヶ月ぐらい動画出さなかったかな、多分。へぇ、1週間ホテルで。はい、これ動画で言ってないですけど。へぇ、内藤さんに重大発表じゃん。はい、ちょっと俺明日からホテル行きますって言ってあの、レバースを飛び出て、はい、キャリー持って、でなんかめっちゃ30階建てのアパホテルみたいなのあるんですけど、その最上階借りて1週間そこでずっとスイッチしてました。で、ぼーっとなんかその時だけはもうほんと昼に起きてコンビニ行って飯買ってでゲームして、夜中、あ、また夜中だって思ってちょっと部屋から夜景見て、で風呂行って。危ないよ、ギリギリの生活してるじゃん。いやでも、うん、その時はもうぶっちゃけ、うん、そのやめよっかなじゃなくて、うん、あ、もう俺は YouTube やめたと思って行ったんですよ、一回。おーおーおー、で、なるほど、どう変わるかみたいな。なるほどなるほど。思ってやってみて、うん、1週間で変わんなかったんですよ、気持ちが。いや、やっぱ頑張りたいわになんなくて、それにびっくりしたんですけど、ほうほう。とりあえずもう変わんなかったの。そうなんですよ。普通そういう生活したらやっぱ頑張ろうってなるっていうのが王道だけど、なんなかったんですよ。なんなかった、恐ろしいことに。え、なんなくてどうなったの。で、一旦、まあ、レア層帰ってきました、うん、そうです。ホテル1週間ってお金かかるもんね。まあそうですね、うん、普通に3、4万くらいかかったと思います、うん、多分。で、そっからまあどう変わったの、そのモチベーションは。いろいろあの後動画上げたのかな、2、3本。まあそう、案件とかがあったんで、うん、月多分2本とか3本とか、まあ、コラボ案件とかを、うん、そのちょいちょい延期して出してみたいな感じだったかな、9月は。で、まあその間もまあいろいろ考えてはいたんですけど、ウインナー食っていいですか。あ、どうぞ。このタイミングで。このタイミングで。でも、なんだろう、結局多分答えは出てないのかな。うん、なるほどね。なんか別、でも逆に言うと、まあいつでもやめていいんだって思って、うん、じゃあやりたいこと一回残ってるから全部やってみようみたいな感じかもしれない。なるほどね、目の前のこうやることに集中っていうか、うん、そうですね。そう、なんかよく考えたら、うん、そのなんか何かその目標が目的があってこのチャンネル作ったわけではないなってことに気づいたんですよね、その時に。なんか、あの、分かるわ。経緯話すと、うん、そのこのチャンネル作った時は、うん、その1回目のプラス1万人企画のちょうど半分ぐらいの時に、うんうん、最初の3ヶ月で全然伸びなくて、音楽の方が、うん、でこれ絶対このまま無理だなみたいになって、じゃあもう1回残りの3ヶ月で料理でやってみようみたいな、で作ったんですよ、うん、そこが最初なんですよね。まあ、でも結果的にその後、まあいい感じにうまくいって、まあ、バイトも辞めれたしみたいな、まあ、いろんないいことがあって、まあ、その流れで始まったみたいな感じなんですよ。わかるわかる。まあ、でもやってる間は全然楽しいし、嫌なこともなかったからやってこれたけど、俺はどこに向かってるんだろうみたいな、こうふと気づいた時に怖くなって、もう28だしなみたいな。わかるわかる。ありました、そういう時期。ある、全然ある。ただなんかもう俺をあのなんかね、いい話があって、いい話が参考になる話、はいはい、あの誰だっけ、あのあのちょっとタレントでさ、はい、あの YouTube もやってて、こうなんか DIY とかやってる、あの元芸人で
おじさんぐらいで、ひろみさん、ひろみさん、あ、ひろみさんがなんかね、あの見てたかな、ひろみさんがなんかのね、番組、アベマの番組とかでなんか言ってて、はい、こういうタレントみたいな職業は、うんうん、もう何をやるか分かんない人がたどり着いた場所なんだからみたいな。なるほど。そうそう、なんかみんなあの俺は頑張ってこういう職業ついたんだとか言ってるけど、うんうんうん、そんなんじゃないと、こういう職業は、こういう人気商売は何にも やることないやつらが集まって結局やってるっていう。だから俺も YouTube 始めたの なんとなく始めてるから、うんうんうん、だから結局何にもないの、そのゴールとか目標は。芸能人の人も多分そういう感覚でやってんだろうって。だから何もないよね。なるほど。いや、そうっすね、なんか、うん、わかんないっすけど、なんか世のため人のためでもないし、そうかといって自分のためかと言われると、あれみたいな。そう、視聴者さんはね、こうあの楽しんでくれて、そうですね、あの嬉しいよっていう方も多いと思うけど、うんうんうん、なんか例えばあのお医者さんとかさ、あ、そうっすね、は明確にね、リアルに明確に分かったりさ、うん、あのサラリーマンとか会社で働いてる人も、うんうんうん、その会社のためとか、うんうん、あの上司のためとか、うん、まあお金のためとかもあったりするし、うん、俺らないもんね。ないっす。自分たちは勝手に始めてさ、そうですね、勝手に上げてるだけで、勝手に上げて勝手になんか投稿頻度決めて誰に言われるわけでもなくやって、ね、別にお金もね欲しかったらあのなんか別で稼ぐ方法もあるし、うん、多分ありますよね、いくらでこういうあの不安定な商売だから、うん、別に、まあ、お金目当てで入ってくる人もいるけど、俺は全然お金とか興味ないのよ、うん、ゲートもなんかお金っていう感じもなさそうだから、そうですね、多分別にないよね、うん、なんかね、欲しいっすけどそう探して見つかるものではない、探して見つかるものではない、それも多分1個ありましたね、そのホテル生活の時に、ね、探してたけど、いや、これないわって探すとかじゃないっていう、ない、でもみんな悩むと思う、うん、内藤とかもやっぱ悩んでた、あ、感じあるし、みんな何かを求めてこの YouTube とか人前に出る職業をするんだけど、うん、なんかね、なんかあったらいいよね、アカデミー賞みたいなさ、あー、なるほどね、なんか頑張ったら賞とかなんかもらえないもんね、どんだけ頑張ったところで、うん、あとその頑張ったから結果出るわけでもないって、でもない、うん、そこもまたね、うん、その頑張りがなんかいろいろ分かんないですけど、なんか寝ないのか、なんかその頭を使うのかとか、うん、なんか体力使うのかとか分かんないですけど、うん、そうだ、全部においてそうだし、頑張ってる姿をあんま視聴者さん見たくないの、実はさ、楽しんでたり、そうですね、最近やっぱ昔だったらなんか頑張ってるって感じすごかったんだけど、なんか最近は無理しないでください、休んでくださいみたいなコメント多くて、多いです、うん、なんか嬉しいですけどね、そうちゃんと人として見てもらえてるんだっていう、そう画面じゃないんだっていう、そう、楽しんでる感じをまあ見たいんだろうなっていう、うん、確かにそれはね、ありますよね。でもまあね、ゴールはないよね。いや、ほんとねそう、まあだから、むずいよね、無理やり折り合いをつけてなんか、うん、その掲げてもいいのかもしれないですけど、うん、でもなんかそれなんかそれ自分に嘘ついた状態で本当に頑張れるのか、分かる多分いつかこんなんでいいのかってなる、うん、来ると思ってて、うん、俺はなんだろうな、なんでやってんるとか特にないんだけど、もう普通に、うん、もうそれがルーティーンになってて、まあそうっすね、楽しいのよ、企画考えたり、うん、ああそうですね、そう言ってました、そう、それが好きでやってるっていう感じで、うんうんうん、でもなんか昔だったらそのずっと頑張って数字とかのためにやってたけど、うん、まあゴールないから、もういいやと思って、うん、いや、そうなんですよね、楽しければ、あとある程度ね、視聴者さんが楽しんでくれて、あ、そうですね、そうなんですよね、むずいよね、考え始めるとむずいよね、いや、本当にしかも多分考えなくていいっていう、考えなくて、でもホテル1週間生活はおもろい、あ、本当ですか毎日だって何飯食ってホテルにこもって、そうですね、何もするわけでもない、ぼーっとして、あ、ゲームしてました、ゲームしてやばいって、そんな人心配になるわいやでも俺全然あと1ヶ月いけるなって思います。ああ、ケントはさ、一人が好きなの？あ、でも結構どっちもっすね、なんか友達とどっか行ってなんかキャンプとかも好きだし、あの一人の時間もそうっすね、好きかもしれないです、ね、全然映画とかも一人で行きます、ね、そっかそっか、なんかさ、グループとかさ、うんうん、カップル U チャンネルとかさ、あ、なるほどね、そういうのは憧れないの？一人でチャンネルやってて、俺経験ないからさ、わかんないけど、あ、確かにいやでもそれこそ最近ちょっと考えるようになったかもしれないです、ね、おー、なんかやっぱ俺ってメインの人間ではないんですよ、絶対に。おー、で、俺自身が思ってるんですよ、その、あんま真ん中立ちたくない、
ああなるほど。ちょっと後ろとかちょっと引いてとか、うん、そうっていうのはあるから、うんね、グループとかでも今から誰と組むのってなりますけど、でもなんかカップルチャンネルとか向いてそうだけど、カップルチャンネルね、結婚してさ夫婦チャンネルとかさ、なんかどうなるんだろう。いやそのイメージつく俺。あ本当ですか。女性とあのそういう生活をの料理見せつつ、あのちっちゃい犬飼ってて、ちっちゃい犬も結構詳細に決まってるよね。詳細にイメージがつく。ケントゥの。もうじゃあプロデューサーとして。プロデューサーとして。でちょっとおしゃれな生活を営んで、ね、顔よりここら辺のなんかおしゃれ。ありますもんね。そういうね。確かに。そういう夫婦チャンネル。確かに憧れるな。でもね、まあまあなんかね、そういう。一人でやってるとね、ちょっとそういう、そうっすね、なんかやっぱ全部自分からスイッチ入れなきゃいけないのがしんどい時もありますね。なるほど。その例えばウルトラだったらこの日撮影って決まってるからみんな行かなきゃいけないから、確かに、だけど多分僕の場合はもう、じゃあこの動画この日に上げたいから、じゃあこの日に撮影して編集してみたいな、全部自分だから、すごいわ。そういくらでも破れるんですよ約束を。そこがね、難しさでもあるなと。なんかそれが例えば事務所とか入ったら、うん、とかなんかスタッフ、編集スタッフが増えたらとか、ね、うん、また変わるかなと思いつつも、うん、難しいっすよね。確かにでもコラボとかさ結構してる。あ、そうっすね。そういう、そう、うん、確かにそっか、そういう意味でコミュニケーションも全然できるんだね。俺できないからさあ、本当ですか。俺無理。全然できてるじゃないですか。いやーできてる。うん、でも一人が好きだからさあ、そうなんですねやっぱり。そう、そうなのよ。 YouTube はねゴールないからむずいよねもうなんか深みが違いますよ僕が言うのと深みがねいやだってもう、うん、その僕らに見えないところも含めると多分何千何万という人がやめてきてるじゃないですか絶対。確かに。そう考えるとね本当壮絶ですね。壮絶。俺は今がね一番楽しい YouTube やつ。めちゃくちゃいいじゃないですか最高じゃないですか。今が一番ね楽しいんだよね。なんかでもどうなんですか忙しさとかは。忙しさ、俺はもうオルタナだけにこう注力してるから、うん、他のことやってないから。ああなるほど。そう、なんか俺はさあんま個人チャンネルでこう自分の中で見つかってるやろと思ってる。なるほど。こういうチャンネルとか、うん、こういうのだったら視聴者さんもっと楽しんでもらえるから、うんうん、あんま今個人でないからさ、一旦見つかったらやろうぐらい、うん、今もオルタナに注力してて、うんうんうん、そんなにだからマジで週1日は休むようにしててみたい、うんうんうん、なるほど。ケントゥよりあのそんなにそこまで忙しくない話聞いてて思ったから。いや僕は多分自分を今異常に追い込んでるだけなんで、うん、そう。でもなんかよく忙しそうだねってその大学の時の友達とかにも言われることあるんですけど、なんか僕自身はなんかそんな、なんだろう、なんかまあ眠いとか体力的にきついとかはあるっすけど、うん、でもやりたいからやってるだけであって。確かに。そのなんか誰かになんか決められてやらされてるわけじゃないから、うん、まあ、全然楽だなとは思いますけどね。会社入る方がもっと無理だよって僕は思って。確かに楽しいよね自分でやるって。いや、そうですね、なんか人から言われる大変さもあるけど、うん、まあ、責任全部自分で取る代わりに何でもやっていいんで。なんかさ辛いのも楽しくない。ああまあ確かに忙しかったりするのもさ、寝れねえよみたいな、うん、楽しいのよあれなんか辛いとか言いながら 俺はそれを楽しんでる。うん、はんはん。いやいいっすねそれ、うん、大事ですよね。 YouTube 動画も疲れたとか言いつつ、うんうん、それがね楽しいんだよね、うん、自分でやりたくてやってるから。そうっすね、うん、なるほどね。ホテル1週間生活がでも誰も言ってないでしょ。はい。それ使えるの動画。あ、もう使います。もう時効かなと思って。初公開。はい。まあ1週間いなかったみたいなのは何回か多分どっかで言ったことあると思うんですけど、うん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 、いやでもあっていいなと思いましたね。人生で何回か1年に確かに1年に2回ぐらいやりたいと思いました普通。うん、確かに。なんかやっぱもうずっと考えてません。考えてるね YouTube やってると、うん、なんか何事もなんか紐づけちゃうし、うん、だからもう完全にもう分断してやる、なんか脳の掃除期間というか、わかるわかる、なんかずっと燃えかすが溜まったまま、わかるわかる、なんか動かしてる感覚がありますよね。わかる。なんかパンパンになってくる。わかります。頭がパンパンになってきて、だからオルタナはもうあのサラリーマンとかあの社会の休みに合わせる。うん、そうですよね。年末年始はもう3週間ぐらい休む。うわすごいよ。普通の人より撮影ない。確かに。まあ、多分俺もまあちょっとね作業しつつだけど1週間ぐらいは多分あの YouTube 以外のことをする時間があって、うんうん、まあ、あと夏休み春休み、そうっすよね、ゴールデンウィークとかみたいな。いいっすよね。結局なんか
社会の人たちが休んでるのがみんないろいろパンパンになった結果そういう休みになってるんだろうなって。確かに、いやそうっすよね、その期限としてね。その人間のバイオリズムにあって、そう土日休んだりとか、夏暑いから休もうとか、冬寒いから休もうみたいな。そう、年末年始もちょっと休もうみたいな、うん、結局ね、そうっすよね。結局なんかそうなってった俺は。あー、そうっす。昔は休みとかなんでみんな休んでんだろうと思ってたけど結局ちょうどいいんだなって、そこら辺で休むぐらいが人としてね人としてギリなんかね続けてるとなんかパンパンになってくるよ、ね、そうっすね、詰まってくる、まあ、燃えかすというかなんかね、はい、まあ、僕もまた次いつ休むのかといういやその動画を見たいわ本当ですか、1週間待って、それでも休んでないですからね、それまあそっか結局いやでもケントゥのなんかそういうしょうもない部分を見たいだらだら多分やっぱプライド高いんでしょうね、あんま見せないです。ああまあそうか、でも休みじゃないもんね、そしたら、ね、まあね、確かにそれもありますよね。なんかあの今後こういうチャンネルとかその個人の人に個人チャンネルやってる人にさちょっと聞きたいんだけどさ、はい、俺はオルチームでやってるからさ、うんうん、まあ、ある程度自分のこうしたいもあるけどさ、はい、チームで、あるなんかみんなが集まってこういう風に進んでいくから、うんうんうん、個人の人は全部自分でこうコントロールする。そうですね、いや迷ってますね、おまだ、どことどうどことどうなんか最近思ってるのは、うん、数字爆伸びしなくてもいいから、その何系 YouTuber みたいなのじゃなくて、人として見てもらえるチャンネルにしたいなっていう風には思ってます。いいね、わかるわかる。なんかそれが一番長続きしそうな気がしてて、一番気持ちいいよね。うん、多分。動画一本上げて数字をあ伸びてるかなとかじゃなくて、うん、じゃなくて、まあもうファンの人がちゃんと見てくれて、そうですね、うん、僕のやっぱ理想としてるのはやっぱ瀬戸康史さん、瀬戸さんね、はい、楽しそう。瀬戸さんなれんじゃん。いろいろ足りないものがまだ全然ありますけど、瀬戸さんの再生回数とか見ないもんね。あ、別に、そうですね、うん、全く見ない。別に伸びてなくても伸びてても、うん、あこの人なんかやってんなっていう感じだもん、うん、好きなんですよね。わかるわかる、あの感じいいよね。そうなんですあれを目指したい。いやー、なりそうでも、いやなりたいっすね、うん、だから、うん、やめるとかもないじゃないですか。瀬戸さんとかはもう1年以上休む時もあるしみたいな、うん、でもやめてはないやめてはない、そうね、全然ありだなと思ってて。瀬戸さん気質なのかもね、じゃあもしかしたら。いや確かにわかんないですけどいやだから会ってみたいっすよ、ほんとに。あー確かに確かに、ほんとに高校生ぐらいから見てるんですよ。えだからもう勝手に親戚のおじさんみたいな感覚になってるみたいな。確かにでも YouTube で結構ありますよね、そのなんかもう何年も見てたら勝手に友達とか親戚みたいな感覚になるみたいな。感覚になるね、 YouTuber になってより分かる、うん、その視聴者さんとかでもその結構初対面だけど、うん、こうよくいろんなこと知ってくれるから。ああなるほど。そう、俺は人見知りだからなんかその接し方分かんないんだけどびっくりしちゃう、びっくりしちゃうんだけどあそうだこの人は俺のことをいろいろ見てくれてるから、うん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 、そうだそうだっていう深い話いろいろしたな。いや確かに聞いてますか、まだケントゥーとね話をするとこういう深い話、いや多いですね、真面目だからね、真面目な話だ、俺が特にね真面目だから。いやありがたいですよ、なかなかこういうだこれ多分一人で同じ内容話してたら多分最後まで聞いてないと思うんですよ多分ここやっぱこう聞き手がいてってなってくるとやっぱ変わってくるの。まあそうか、ありがたかったですよ僕としては本当に。いやでもちょっと今度お家お邪魔したいですね。あぜひぜひ渋谷さんしてください。結構なんか前は結構個人チャンネル撮ってたじゃないですか。あ撮ってた、だからその時結構ね見てて結構綺麗にしてそうだなと思って。綺麗にしてるねですよね、結構こだわりありそうだなこだわりそうだね、あれからさらにあると思う。あ本当ですか、うん、なんかそういうの聞きたいなと思って。ぜひぜひ、はい、ちょっとありがとうございました。急にトモ君とはどんな話してたの。あは結構薄い話をしてました薄い、まあここまでの話はしないよ、はい、ここまで、あ、でもちょいちょいしましたよ、映画さんの話とか YouTube の話とかしました。あ、なるほど、はい、もちろんもちろん。いや、いい感じになりました、ありがとうございます。本当にケントゥーの凄さをまた改めて知ったこと。いや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 、ホテル生活はおもろいなこれ一生言われますよ、もうホテル一週間やばい人だよ。いや楽しかったですよね本当に。いやでもそういう生活したいね。いやそうです、意外にね、やっぱケンティもそういう変な部分も知れました。よかったです。ごちそうさまでした。またちょっとね、はい、
ちょっと定期的におしゃべりしましょう。はい、ぜひお願いします。そう、ご飯もね、結局ご飯もそう、ね、流れちゃった、行ってない。まあでもこういう撮影ついでにね、あ、確かにするっていうのはね、うん、もう YouTuber ですけど、確かに休めないけれども、まあ、こういうのも楽しくてね、はい、せっかくだから。よかった、ありがとうございました。ありがとうございます。